大丈夫でしょうか。お待たせしました、YouTube ライブ配信をご覧いただいている皆さん、アーカイブ視聴をしてくださっている皆さん、こんにちは、東京アートポイント計画、東京で国境を越えるディレクターの矢野康人と申します。はじめまして。事務局広報の三上と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日皆さんお忙しい中、この共同2030参加者募集のオンライン説明会をご視聴いただいて、誠にありがとうございます。早速ですが、本日の説明会の流れをまず簡単に説明させていただきたいと思います。本日はまず僕たちが昨年2019年10月から準備してきた、この東京で国境を越える、国に括弧がついているんですが、この件のことはまた後々お話しします。この東京で国境を越えるというアートプロジェクトの趣旨、活動内容の説明をさせていただきます。それからこの度新しく参加者を募集することになったプログラム、共同2030についての募集概要、つまり僕たちがこれからどんな人たちと出会いたくて、どんなことを一緒にしたいのかということについて、説明させていただきます。それから、この共同2030にはプログラムの参加者に、伴走するコラボレーターという位置づけになるのですが、そういうコラボレーター、そういうさまざまな領域から集まってくれた人たちがいますので、その人たちを紹介させていただき、最後皆さんからのご質問などをお答えする時間を設けたいと思っています。ご質問は、今ご覧いただいている YouTube のチャット欄で受け付けています。どんな些細なことでも構いません。疑問、質問、感想、ご意見など何でも結構ですので、コメントいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、本日の説明会ですが、だいたい2時間を予定しています。ただ、だいたい1時間40分ぐらいで一通りの説明を終えて、質疑応答に移れるように進めていきたいと思っています。どうぞリラックスして、ゆっくり、ご視聴ください。ではまず、共同2030の説明の前に、このアートプロジェクト、東京で国境を越えるについて説明させていただきます。アートプロジェクト東京で国境を越えるは、多くの在留外国人や海外にルーツを持つ人々が生活するこの東京という都市で、見えないことにされているさまざまな壁があるのではないかという仮説をもとに、東京に生きる人々、特に、海外にルーツを持つ人々が感じるような、個人と他者、個人と社会、あるいは個人と世界との境界を、あるいは境界とそれにまつわる諸問題を参加者同士で対話を積み重ね、探っていこうというプロジェクトです。さらには人々がお互いに日常的に自然に出会うことのできる場を生み出す拠点、いわゆるコミュニティの形成を目指すものです。なおこの東京で国境を越えるは、東京アートポイント計画の一環として、私が代表を務めます一般社団法人シェルフと、公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京および東京都の共催で行われている事業になります。以下の言葉は僕が、ディレクターズメッセージの方、ホームページの方にリンクのあるディレクターズメッセージとして書いた言葉なんですけれども、日本はコミュニケーションについて、その会話のなされる文脈、コンテクストの依存、コンテクストへの依存性が高い言語、文化の、そういった文化の国だと言われています。それは同質性の高い市民同士、つまり、言語や文化あるいは宗教的なコンテクスト、さまざまな背景を共有している人たちにとってはとても便利に働くことがある一方で、多文化、多民族、多言語を背景に持つ人々が暮らす社会では、マイナスに働くことも多いというのが事実だと思います。日本および東京にはすでに多くの海外にルーツを持つ人、留学生や就学仕事のために来日してこの地で生活している外国人の方々がいます。そして今このコロナ禍の状況も相まって、現在暮らしている海外にルーツを持つ方々との分断が
これから促進されていくんではないか、そういったことが危惧されています。これまで以上に社会の中の境界線が問題になってくるタイミングが今訪れているのではないかと僕たちは考えています。というか、そもそも、日本人同士でもお互い文脈を共有していることが前提となっていることが多すぎるあまり、お互いの違いが覆い隠されている部分があるのではないでしょうか。そのような社会で、果たしてどのような新しい共生のあり方、つまり共に暮らしていくための方法を探していくことができるのか、それがこの東京で国境を越えるプログラム第1弾共同2030のテーマです。それでは、今回準備した、共同2030とは具体的に一体どういった内容のものでしょうか。この、共同2030について次にご紹介していきたいと思います。今回参加者、私たちはこのプログラムで募集する参加者をプレイヤーと呼んでいるのですが、プレイヤーを募集するプログラム共同2030とはこのような次のようなプログラムになります。第1に、共同2030は10年後の2030年に社会を担う20歳から30歳の若い人たちと、国籍、言語、文化などにとらわれずにプログラム内容を展開しようとするアートプロジェクトです。一口にアートプロジェクトといってもいろいろありますし、中にはこの言葉に耳なじみのない方もいらっしゃるかもしれません。なので内容を少しだけ補足しますと、このプロジェクトでは実際にみんなで集まってワークショップやディスカッション、あるいは何かしらの活動、それは読書会とか一緒に作品を制作するとか、それは例えば映画撮影とか現代美術の作品制作とか何でも構わないんですけれども、クリエイティブな活動をみんなで行おう、そしてそのことを通じてこのアートプロジェクト東京で国境を越えるのテーマである見えない国境や壁を意識しながらこのテーマについて理解を深めるプロセスを重ねていこうというものです。とはいえ、具体的に決まっていることはそれほど多くありません。もちろんあらかじめこちらで準備しているプログラムや活動の予定はありますが、できれば僕たちは今回の募集で集まってくれたプレイヤー、僕たちは今回の、このプレイヤーの皆さんと一緒に話し合いながら、皆さんの興味や関心に応じてできる限り柔軟に、必要であれば内容を改変しつつ皆さんと一緒にこのプロジェクトを作っていければと考えています。唯一条件らしい条件としては、このプロジェクトの活動の拠点が、東京都は世田谷区の経堂およびその周辺のエリアにあるということです。具体的には新宿から急行で3駅の小田急線経堂駅から徒歩15分ほどにある、経堂アトリエが僕らの主な活動拠点になります。経堂アトリエについては今回アトリエのオーナーで、コラボレーターでもある井上飛鳥さんがいらっしゃってますので、後ほど改めて詳しく飛鳥さんから紹介させていただきます。あと、全体のスケジュールですが、今日のこの説明会からちょうど1週間後の9月13日の24時を募集締め切りとします。正式にキックオフするのが9月の27日の日曜日、そこからだいたい隔週、つまり2週間に1回毎週土曜日の午後に3、4時間程度、だいたい3時から6時を考えているんですが、3時から6時ぐらい、午後3時から6時ぐらいの日程で合計10回の活動を行います。この10回の活動の中でプレイヤーは、応募してくださった皆さんにはさまざまなワークショップやレクチャーを通じて、新たな問いを見つけていきます。見つけていってほしいと思っています。でその問いから生まれるアクションをコラボレーターとともに考えていきます。で、こちらはこれまで昨年の10月以降プロジェクトメンバーによる準備会で実際にプログラム開発のために行ってきたワークショップの様子なのですが、みんなで絵本を作ったり、演劇的なワークショップをしてみたり、ブレインストーミングとして国境や境界線に関わる言葉をみんなで探してみたり、あと実際にフィールドワークとして街歩きをしたりしてきました。
具体的に今皆さんと一緒に行おうと思って準備しているワークショップとしては、こちら公式ホームページの、プログラム概要の詳細にも書いてあるワークショップ案として記載してあるんですが、例えば、ジャン・ウェンさんによるワークショップ、映像の中の身体に出会う、友杉紀弘君によるワークショップ、言葉を使わずに絵本を作る、物語が生まれる瞬間、あるいは、俳優の綾田翔一君による演劇ワークショップ、体と言葉を往復してみよう、長谷川雄介君による、ファッションを言語化してみる、言葉を身にまとってみる、TM さんこと、富田充さんによる再接続の見つけ方、過去死者と土地土地過去死者土地などを考えています。はい、すいません。ただ、まあ、これらはあくまでも案であって、実際に実施するワークショップについても皆さんと一緒に考えていくことができればと思っています。そして最後、2020年の2月の27日と28日の2日間に共同万国博覧会、この万国の国にも括弧がついているんですが、共同万博と称しまして、成果発表会を行う予定です。詳しいスケジュールについてはぜひ公式ホームページをご参照ください。チャットの方に、ホームページの URL 載せてあると思いますので、そちらの方をクリックしてみてください。はい、では次に、僕たちが今回出会いたいと思っているプレイヤーについて説明させていただきます。共同2030では、先ほども申し上げたように10年後の2030年に社会を担う20歳から30歳の若い人たちをプレイヤーとして募集します。プレイヤーとはコラボレーターとともにプロジェクトを動かしていくメンバーのことで、プログラムを、自分で作っても良いですし、あるいは本当にその場にいてただみんなの話をしている、みんなの話を聞いているだけというような参加の仕方でも大丈夫です。僕たちとしてはできる限り柔軟に、いろいろな参加の仕方に対応していきたいと思ってますので、少しでも興味がありましたら、遠慮なくご質問などいただければと思っています。ただし、プロジェクトのコンセプトと運営の都合上、次の2つの条件は必須の項目となります。2020年時点で年齢が20歳以上かつ30歳以下の方、世田谷区共同で開催される月2回程度のプログラム、隔週を予定してますね、これを、実際に参加できる方、以上の2つが必須の条件です。ただ、このアートプロジェクトはワークショップなど基本的に対面での実施を想定していますので、直接参加できることが前提になります。ただし社会的な状況を踏まえまして対面での開催が難しい場合は、オンラインでの実施となることもあります。主な使用言語は日本語ですが、英語、中国語のサポートも可能です。特に、次の項目に一つでも当てはまる方の参加をお待ちしています。在留外国人の方や海外にルーツを持つ方、そうではなくても、国際交流や異なる文化、言語を持つ人とのコミュニケーションに興味のある方、あるいはアートやものづくりに興味関心があるけれども何から始めていいかちょっとわからないなというような方、あるいは何かを一緒に作ったり一緒に議論したりすることのできる仲間と出会いたい方、あと募集人数ですが今年は、諸般の事情により10名程度を予定しています。参加費用は無料になります。実施期間は先ほどから申し上げていますように2020年の9月末から2021年の2月の間で隔週の土曜日の午後、毎回 3,4 時間程度の開催を予定しています。応募方法ですがこちら、東京で国境を越える公式ホームページに、応募フォームがありますので、そちらからご連絡ください。なお参加者が予定員を超えた場合、志望動機などについてお話を伺って参加の希望について、参加の仕方についてご相談させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。共同2030は、自分とは異なるアイデンティティを持つ相手と関わることに興味のある人、
これからの東京の在り方に関心がある人たちで集まって、これからの共生、共に生きていくことについて、緩やかにしかし真剣に考えていくことを、目指しています。皆さんご存知の通り、このコロナ禍で、このプロジェクトはもちろん、他のさまざまなアートプロジェクトや私の専門とする舞台芸術に関しても、必須となっていた人々が同じ時間同じ場所に出会って、集まること、それが非常に困難なものとなりました。しかしそれは実際に集う集まるということが、人の生生きていくということについていかに貴重なものなのかということを改めて思い出させてくれる機会ともなりました。2020年9月現在、私たちはまだ具体的に集まって何かを共に作ったり対話したりすることが非常に難しい状況に置かれています。しかし従来の形で集まることはできなくても、集まり方やつながり方をデザインし直すことはできるのではないでしょうか。私たちはさまざまな国から集まった異なるアイデンティティを持つ人たちが共に何かを作り上げようとするとき、そこでは結果的に、国籍や文化的な背景の違いを大切にし、むしろその違いを大切にし、最大限お互いの背負ったさまざまな背景文脈に敬意を払いつつ、しかし決してそれだけにとらわれない個人と個人、個と個のコミュニケーションが生まれると考えています。そうした個の集合体として共同2030では緩やかで柔軟なつながりを育てることを意図して活動を展開していきたいと思っています。その中で得られる経験や知見は、これから先の、未来の共生を考えていくために必要な気づきと自由をもたらすものだと僕は信じています。多くの皆さんに、ご興味ご関心をお持ちいただき、参加いただけるととても嬉しいです。たくさんの方のご応募をお待ちしています。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは引き続き、参加してくれるプレイヤーに伴走するコラボレーターの皆さんをご紹介したいと思います。コラボレーターとは、さまざまな領域のプロフェッショナルで、今回募集するプレイヤーの皆さんと対話やリサーチを繰り返し、創作でもコラボレーションをしていくメンバーです。それでは最初は俳優で演劇教育の現場でのワークショップファシリテーターとしてのキャリアも長く持つ綾田翔一さんにお願いしたいと思います。綾田君どうぞよろしくお願いします。はい、こんにちは、綾田翔一です。俳優です。よろしくお願いします。僕は早稲田大学という大学の学生劇団で演劇活動を始めまして、7年ほどプロの劇団に所属していたんですが、まあ、解散しちゃいまして、それが2011年だったんですけど、それ以来ずっと、フリーランスの俳優として活動しています。今日は僕の活動の2本柱について写真を交えてご紹介したいと思います。では写真お願いします。あ、失礼しました。はい、改めまして、はい、綾田翔一です。よろしくお願いします。さてさて、お、映りましたね。写真じゃないや、これだ。まあ、2本柱と言いましたけれども、まずは国際共同政策ですね、インターナショナルコラボレーションについて写真を紹介したいと思います。あ、ありがとうございます。これはですね、シンガポールの劇団で滞在制作した作品なんですけど、まあ、シンガポールご存知の通り多言語多文化な国ですよね。非常に多言語多文化なお芝居でした。僕は日本人の役なんですが、日本で離婚してマレーシアに移住してインド系のマレーシア人と結婚するっていう役でした。なのでセリフが日本語、わざと下手くそに喋る英語、それからフランス語の歌を歌ったり、あと、インドネシア語のセリフを聞いたりみたいなお芝居でした。非常にカオスな部分があって面白いお芝居でしたね。続いての写真です。はい、あ、これはオーストラリア人の俳優たちとコラボレーションした作品ですね。
第二次世界大戦中にオーストラリアに実際にあった捕虜収容所のお話でした。日本とオーストラリアをツアーしました。日本とオーストラリアでは反応が違ってとても面白かったです。続いて、はい、これは2018年か、東京芸術祭というフェスティバルで上演された三門オペラという作品です。これ、今は亡き池袋の西口公園ウエストゲートパークですね、野外劇です。この作品はイタリア人の演出家とともに作った作品です。さて続いてドン、もう一つの柱はワークショップです。はい、僕は NPO 法人のテラスというのに所属していまして、主に学校現場、教育の現場で演劇のを使った授業を行う活動というのを日本全国でやっています。もう本当に小規模な廃校寸前の学校からマンモス校まで、面白いところでは東京都の八丈島なんか、愛媛県だったり茨城県だったり、全国あちこちでワークショップをやってきました。こんな感じです。写真、あ、はい、輪っかになってカードを囲んで話し合いをしていますね。こんな風に子どもたちに話し合いでオリジナルの劇を作ってもらうというような演劇ワークショップをやったりしています。続きまして、はい、これ動画なんですけど、これマレーシアの劇団に呼ばれて現地の子どもたちと、桃太郎を舞台化するというプロジェクトでした。これも、子どもたちに話し合いをしてもらってオリジナルのマレーシアバージョンの桃太郎が出来上がりました。桃太郎のおじいさんおばあさんは英語で喋る村に住んでいて、でもお父さんとお母さんは、あ、お母さんが中華系の子だったかな、お父さんとお母さんはマレー語で会話する家庭に桃太郎が来るので、桃太郎はマレー語喋るんですよ。でも村の人とは英語喋る、犬猿キジとも英語で喋る。でそこに、日本語を喋る僕が演じる鬼がやってきてみたいな話になったんですけど、これも子どもたちが話し合いでプロットを作って創作した作品です。これは、公演の開演直前に、実際どんなワークショップをやってたかっていうのをお客さんに見てもらったり、ワークショップの一部をお客さんに体験してもらったりっていう場面の動画です。ありがとうございます。続きまして、これは去年ですね、イラクのクルド自治区のドホークという町で、大学でワークショップファシリテーターの養成講座をやった時の写真です。まあ現地にはワークショップっていうもの概念すらなかったので、まあ、こういう手法、ワークショップっていう手法があるんだよっていうところから伝えなければいけないというプロジェクトでした。こんなことをワークショップではやってきました。はい、さて、お話は僕が初めて国際共同制作をした時に戻ります。交換という、フランスの100年ほど前の戯曲だったんですけれども、フランス人の演出家と4人の日本人の俳優で、創作して2回日本とフランスをツアーした作品です。こんな感じです。はい、2時間半の4人芝居でうち1時間くらい僕が全裸っていう芝居だったんですけど、そこはいいんです、早送りしないでくださいね。その時の演出家フランク・ディメックがこんなことを言ったんです。はい、私たちの間には何をしても埋まらない距離が横たわっている。その距離を際立たせようじゃないかと。これびっくりしました。距離、違い、隔たりですよね。これを埋めようとするのではなく、むしろ際立たせて明らかにしていこうじゃないかっていうふうに演出家が言ったんです。この言葉がずっと僕の中で国際共同制作に取り組むとき、ひいてはどんな演劇に取り組むときでも、大切にしようと思っている考え方になっています。続きましてワークショップについてです。こんなワークショップをたくさんやっています。国の仕事を受けることが多いんですね。長いややこしい名前なんですけど、要はコミュニケーション教育って言われたりする分野です。演劇はコミュニケーションの芸術ですと言われたりすることが多いです。
あでもコミュニケーションの芸術、コミュニケーション教育といっても、うまくおしゃべりしようよとか、大きな声でセリフ喋れるようになろうよみたいなことを教えるワークショップではありません。何をしようとしているかというと、はい、やはり先ほど言ったように話し合いですね。ひたすら子どもたちに話し合いをしてもらいます。話し合いを通して正解のない課題、面白いってどういうことなんだろうってことには正解はないですよね。話し合いを通して正解のない課題にみんなで協力して取り組む、解決するっていうことを目的にしたワークショップを行っています。僕そのワークショップの授業の中でこんなことを子どもたちによく言います。話し合いは話すことより聞くことが大事。これ子どもだけじゃなくて大人にとってもとても大事なことですよね。僕も聞くこと頑張ろうと思っています。さてさて、僕の活動の2本柱、2つの得意分野についてお話ししてきました。国際共同政策とワークショップ。なんでこんなことにこだわってるんだろうっていうか、こういうことをやろうと思ってるんだろう、やりたいんだろうっていうふうに考えてきたんですけど、なんかこんなことなんじゃないかなっていうふうに最近思ってます。自分と違う人に出会うって楽しいじゃないってことです。自分と違う人に出会うと自分だけではできないことができるんですよね。自分だけではできないものが作れる。これが楽しくて、国際共同政策やワークショップっていうのをやっているんだなっていうふうに思っています。より自分から距離が隔たった人、遠い人に出会ってみたいっていうのが今の僕の夢です。そしてそのためにはまずは、要は聞くことですよね。まずは違いを認め合うことから始まるんじゃないかなっていうふうに思っています。なので今回の共同2030でも、違いのいっぱいある人たち、多様な皆さんに集まっていただいて、その中から生まれる何か新しいものっていうことを、楽しみにしています。ぜひ皆さんのお話を聞かせてください。ドン、皆さんに出会えるのを楽しみにしています。はい、綾田翔一でした。ありがとうございました。はい、綾田君ありがとうございました。ありがとうございました。次はですね、中国出身、中国は広州出身で、広州、杭の州の方ですね、広州出身で日本にはもう15年以上お住まいの俳優で映像作家のジャン・ウェンさんにお願いしたいと思います。ウェンさんは、日本でも有名な、映画があるんですけれども、日中合作の映画で、短期千里を走るという映画、ご存知の方いますかね。チャン・イーモー監督で、高倉健さんが、主演の、映画がありまして、それに中国全土でオーディションが開催されて、でそのヒロインに、抜擢されたという、それがまあ代表作の、中国では本当に有名な、俳優さんです。じゃあ、ウェンさんどうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ジャムンです。俳優そして映像作家です。私のデビュー作は、ジャン・イモー監督の短期千里を走ると思っていらっしゃる方が多いと思いますが、実はずっとその前からです。私は大学生の時代に、浙江省大学生演劇祭で最優秀女優賞を入賞したことで地元の、テレビ局にスカウトされてテレビ番組に出演したのは最初でした。そして大学卒業したら、今度は映画女優を、志したので、北京電影学院に入学しました。大学院2年生の時、短期千里を走るという映画の、全国オーディションに参加して、選ばれて出演させていただきました。
そして2007年から、日本に進出しまして、その後は、まあ、いろんな映画や、あ、例えばこれはこちらは、あの幸せの香りという劇場公開映画の中で出演させていただき、そしてあのこちらは日中合作のロードムービーの、お遍路ロードムービーという映画の中に主演させていただき、またはあの、中国の CCTV6、映画チャンネルのレポーターとして、日本の愛媛県を紹介するテレビに出たり、またはあのまたこちらも四国を紹介する、写真集のモデルとして出演させていただきました。このように10年余りの出演歴を経まして、だんだんと演技についてそして映像について、考えたいことが増えましたので、なので2018年から東京芸術大学大学院映像研究科に入学しまして、博士課程を始めました。で今の研究テーマは知的身体にアプローチする演技と俳優訓練術です。知的身体というのは、私が作った言葉で、つまり意味に、意味付けられる前の身体です。同時に知的身体研究所という映画制作所も、立ち上げて、いくつかの舞台や、映像作品を作ってきましたので、今日は少し皆さんに、ご覧になっていただきたいと思います。どうぞ。はい、遠藤誠ですが。遠藤さん、電話が切れちゃってごめんなさいね。さっきも言ったように私たち会うべきだと思うの。いろんな意味になるでしょ。いろんな意味と私の表情がなくなったじゃなくてどんな表情にもなりそうな感じじゃない。私に力を与え、動物からが生まれる。なんて惨めな姿なの。あの子を殺したい。ママを気持ち悪くさせたあの子。こんにちは、思い出再生業者です。馬の男が私の前に現れたのはその時だった。はい、こんな感じです。知的身体の研究が始まったら、演技だけじゃなくて、身体と社会生活における境界についての関係性も、意識し始めましたので、なのでこのプロジェクトに参加して、身体の角度から、いかにその境界線を、越えていくかを
プレイヤーたちと一緒に映像作品を作りながら考えていきたいと思います。なのでクリエイティブなあなたをお待ちしております。ありがとうございます。ベンさん、ありがとうございました。はい、では次は、編集者の寺門慎さんですね。はい、じゃあ寺門さん、よろしくお願いします。寺門と言います。よろしくお願いします。僕はですね、今年の3月まで大学院の修士課程に所属していまして、でそこではソーシャルエンゲージドアートとか呼ばれる、参加型の芸術実践について研究をしていました。で今はもう大学には所属していないのですが、細々とその研究を続けています。あとですね、ロカストという雑誌を、僕だけじゃなくて複数人で作っていて、で、これは、ある土地に複数人で観光に行って、でその土地について、批評文、文章だったりを、みんなで書くということをコンセプトにやっています。ただそれもいわゆるそれこそ京都とか沖縄みたいなザ観光地みたいなところはあえて外して、これとかだと岐阜の特集なんですが、飛騨高山地方ではなくてもっと南側の岐阜市だったり、美濃の方の、観光地にはあまりならないようなところにあえて行って、雑誌を作るということをやっていて、これの編集部員の一人として、活動しています。でですね、今回の、共同2030では、宣言を読むというプロジェクトを担当する予定でいます。具体的にはダダ宣言と、メンテナンスアート宣言という、文章がありまして、それと、僕が編集として、関わったこの共同2030あるいは国境を越えるのプロジェクトのステートメントを読み比べるというふうな内容を予定しています。で、ダダについてはご存知の方も多いかなと思うのですが、トリスタン・ツァラという若いアーティストが大体100年ぐらい前に戦争に直面する中で書いたテキストになります。でもう一個のメンテナンスアート宣言は、あまり有名じゃないかもしれないですが、ミエル・ラダマン・ユーケルスという女性のアメリカのアーティストがいまして、その人が本人が出産を経験して、でそれによって、それこそ子育てだったりで家事をしなきゃいけないってなった時に、従来通りの創作活動が行えないというふうになって、そういう状況の中で書いたテキストになります。でその書かれた文脈も内容も全然異なるテキストではあるのですが、ざっくりまとめると、アーティストが具体的な現実に何か直面した時に書いた文章というふうに言えるかなと思っていて、でそういう意味で言うと、今回の共同2030とかのテキストも、矢野さんであったり、あとは事務局の小林さんが、今の日本の、グローバリゼーションとかダイバーシティという言葉が、一般的にはなりましたが、一方で現実を見れば移民難民とされる人と、そうではない人々の間には未だに壁があるというふうな、この日本の現実に直面する中で、テキストを書いたというふうな部分があるかなと僕は思っていて、そういったテキストを見比べる中で、歴史的にその、参加型アートとかの歴史の中で、このプロジェクトがどういうふうに見えるのかといった、ちょっと一歩引いた形でプロジェクト全体を考えられるようなワークショップを行えたらなというふうに思っています。ただ事前知識がなくても参加できるような内容にしたいとは思っていますので、ぜひ多くの方の参加お待ちしております。ありがとうございます。はい、寺門さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ロカストっていう雑誌は、それは普通に売ってるんですか？書店で手に入るんですか？ロカストはですね、一部書店でも取り扱っていただいておりまして、本当にただの本当に宣伝になっちゃうんですが、東京だとジュンク堂池袋本店だったり、あと、中央線沿線の書店でも、買えます。であと岐阜の書店だったり、あと愛知芸術文化センターに書店がついてるんですが、そこでも売ってます。であと、通販もやってるので、ロカストとかで批評とかで検索してもらえると、検索すれば、はい、ロカスト LUC LOCUST CUST、はい、で稲穂っていう意味で、批評とかって言葉と一緒に検索してもらえると出てくると思います。で、はい、ただこれ3号今まで3つ作ったんですが、ちょっと1号2号はもうありがたいことに完売してしまって、なので3号だけ購入いただける形ですので、はい、ぜひ関心ある方、お買い求めいただければと思います。はい、ありがとうございます。すみません、急に。はい、じゃあ
次は、TM さんですね、現代美術の、作家で、エンジニアでもある異色の作家 TM さんこと富田満さんです。どうぞよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。富田満と申します。エンジニアをやってまして、美術家というふうに名乗るようになったのがまあ2年前とかなので、初心者だと思っていただいた方がいいと思います。じゃあスライドお願いします。はい、富田満です。じゃあ次お願いします。で、こちらにエンジニアとしての自己紹介を載っけましたが、まあこんなのはキーワードがバラバラと並んでいるだけだと思っていただいて、何か、ね、見ている方が引っかかるものがあればいいかなと思って載せました。家電製品とかをまあ作る、まあ、若干泥臭いところのエンジニアからキャリアスタートしてまして、まあ、そこにだんだんインターネットが押し寄せてきてそれに適応したみたいな、そんな感じかなって思ってますけれども、はい。組み込み C っていうのは何ですか？組み込みっていう言い方をするのが、まあ、家電製品とかの中の、CPU とかに、入れるプログラムのことを組み込みって言ってて、なので、まあ、C でもいろいろあるっていうか、まあいろいろあるというか言語としては一緒なんですけど、あ、 C 言語の C。 そうですね、 C 言語で、ただコンパイラーがそれぞれまたとかなんかね、なんだジャーゴン使っちゃってますけど、はい、いろんなチップに合わせて、その C 言語が機械語に翻訳されて、でそれが、そのチップの中で動くみたいなのが、こういうねカメラとかテレビとかこういうの中で動いてますよと、そういうような話です。はい、じゃあ、次をお願いします。ちょっと次に行く前に、ま、その最後ちょっと気になる文字があるんですけど、はいはいはい、なんすかこの日本触覚学会会員っていうのは。はい、なんかこれ私が単に今入っている学会、単に入っているあ、誰でも入れるものなので。あ、そうなんですか。よろしく。触覚学っていうのがあるんですか？はい、触覚、まあ、ハプティクスとか、まあ、そう言われる触る感覚の、学問とかですね、そういったものの工学的な応用とか。タコとは関係あるんですか？あ、その話します、長くなりますがいや、ちょっとなんかタコを研究してたっていう話を僕は聞いたことがあって。あ、どうもどうも、なんか振りをねいっぱいいただいてやりやすくなってありがたいんですが、はい、あ、タコ、そうですね、私大学院の修士課程ではタコの研究とかをやってまして、まあ、バイオの出身というのもありますということなんですけど、まあ、触覚は関係したらいいなと思いながら関わってるというところはあるんですけど、今のところは別に具体的に何か関係あるわけではないですね。あ、タコ、タコ、はい、ただタコはね、面白い生き物ですよっていうことで、はい、はい、じゃあ触覚学とタコ と、そのなんとなくインターフェースの話なのかなとか思ったりしたんですけど、あ、どうかな、インターフェース、そのユーザーインターフェースとか。あ、そういう、はいはいはい、まあ、ユーザーインターフェースと触覚の話とかはね、最近結構ホットな分野だったり、あ、そうなんですね、しますね、はい、あ、ありがとうございます、すいません、ちょっと遮ってしまって。いえいえ、ありがとうございます、長くなっちゃいますけど、これで、はい、エンジニアの仕事なんですけど、家電製品とかは、まあ、一人で作ってるものでもないですし、まあ、やってるものが守秘義務があるということもあって紹介できないんですけど、自分の名義として、やらせていただいたのが、去年の2019年で、愛知トリエンナーレで新家族という、アーティストチームの、方々の、エンジニアとして、入らせてもらって、まあ、エンジニア周りをいろいろと、やりました。機械周り、ソフト周りみたいなことを。でもう一個、また2019年の愛知トリエンナーレの周辺でなんかちらっと行われたアゲチヌリエンナーレというものをですね、エフタカシという、アーティストのサポートでやりまして、まあ、このアゲチヌリエンナーレすごい気になるんですけどアゲチって地名ですか？あ、いえ、これね、なんかね、あなたにあげるっていうの、あげ、ぬりえ、塗り絵で、塗り絵をあげるっていう。ああ、言われないと分かんないですね。私も最初分かんなかったんですけどね。
聞いて素敵だなって思ったっていう感じです、はいはい、写真はこれ右側が明智塗り絵のあれの写真 で、 左側が、はい、左側が愛知塗り絵のあれの話っていう、はい、僕はあのこの作品見に行きましたよ。あの、メンバーあの新家族っていうのはチームでやってたけど、代表が、和田結菜さん、そう和田結菜さんですよね、はい、なんか自分の名前を入れたりするとなんか赤ちゃんが出てきてそれを育てたりとかなんかそんなようなやつでしたっけ。あはい、まあ、そういう感じですね。そういうなんか巡回型で参加型でなんかそのテクノロジーも使った、ええまあ、自分の名前というかもともと名前はいろいろ赤ちゃんごとに決まっていて、はい、それをそれがこう紙として出てきてそこに塗り絵をしたりして、はい、またそれがスキャンされたりみたいな、うん、ああそうそうそう、なんか循環してすごいたくさんの赤ちゃんの写真が貼って写真というか絵が貼ってあった覚えがあります。あ、はい、豊田市エリアでしたね。豊田市エリアで撮りまして、はいはい、まあ、私もいろいろと教えてもらいながらお世話になったという感じ。あなのであの、まあ、これお金もらってやった仕事ということで、はい、ただ F 高市に関してはあの、まあ、宿を用意したっていうだけなんであのうち実家が名古屋のものですからあの泊まっていいよっていうことで泊まってもらって会場までこう運んで車で運んで、でまあ撮影とかして危なくないようにちょっとずっと見守っているっていうそんな感じでございました。はい、だいぶ長くなっている気がしますが、はい、次へということで、はい、一方美術家ということを名乗り始めておりまして、美術家のとしての興味というのが、まあ、嘆くことですね、グリーフワークと言っていますけれども、でどうやってっていうと、それが、民話とかそういったものに興味があるのかなとこの資料をまとめながら気づいたのですが、フォークテイル、民話でを使って、身近な歴史を皮肉っぽく見るみたいなそんなことを、やったのかな、やりたいなみたいな感じです。で、あとが、巡礼ということで、これもまあ歩くのが、いいなと思っていて、死んだ人のことを考えながら歩いて疲れ果てると、まあ疲れれば少なくとも寝れるっていう良さがあるなとかそういうことを思っています。で最後ちょっとあのね、好きな曲、音楽の、なんかタイトルから言葉を持ってきてるんですけど、まあ、こんなことを考えても私にとってはファンタジーでしかないっていうなかなかちょっとなんか難しさがあるということを感じています。はい、何のことかよくわからないと思いますが次のページをお願いしますということで、美術家の作品ですけどもやっぱり何のことかよくわからないということで、左側がまあそれこそあの家電製品とかをいろいろ使った作品でして、右側が、落書きですという感じですね。そんなことをやっています。はい、じゃあ最後のページ、はい、ありがとうございます。じゃあこれが、私最後のページになりますけど、まあ、長々と書いておりますが、ね、エンジニアとか言ってるんですけど、プレイヤーの方、これ今、ね、どういう方が見ているのかだいぶ私分からなくって、どういう方なんですかね今とかね、これコロナ状況でなかなかやっぱ難しさがねありますよね。気になりますね。気になりますよね、まあ、アーカイブでも見てくれてる方、これは何アーカイブも含めて、ね、含めて何か、はい、届くのかどうかということは分からない状態なんですけれども、プログラミングをねやったことなくてやりたい、制作の場合に限るって感じになっちゃいますけど、制作でプログラミングしたいとかっていう時にお手伝いしたいと思いますし、もちろんお手伝いしたいとか言いつつ、プレイヤーの方の方が、知ってることが多いとか分野的にはもういろいろ山あり谷ありそれぞれにあると思うので、まあ、やってる人とかにはそれを教えてもらいたいこともありますよという感じで、あとは美術家としてはプレイヤーの皆さんと作れる作品があれば嬉しいなと思っています。はい、そんな感じで、はい、じゃあ、どうもよろしくお願いします。富田でした。はい、TM さんありがとうございました。ここで次は、
今日ちょっと参加できない方がコラボレーターで3人いたんですけども、ビデオメッセージをもらってまして、でビデオメッセージを順番に流す予定だったんですが、申し訳ございません。ちょっとですね、僕のパソコンが、ちょっとエラーが起きてしまいまして、どうしましょう。ちょっとここで5分間休憩の時間、メンテナンス休憩ということで、メンテナンスということでちょっと5分間お時間ください。申し訳ないです。5分間で復旧しなかった場合は何らかの対策を考えて、再開します。はい、はい、では後ほど、グラフィックデザイナーの野村さゆりさん、今回は仕事の都合で欠席ということで、メッセージをいただいてますのでご覧ください。あ、はじめまして、私の名前は野村プリシラさゆりです。職業はグラフィックデザイナーで、年齢は30歳です。横浜市に住んでます。ブラジル生まれなので国籍はブラジルなんですけど、5歳から日本で暮らしてます。私がこのアートプロジェクトに参加した理由としては、今回のテーマである見えない境界壁がずっと自分の中でもふんわり引っかかっているテーマだったからです。日本とブラジルのハーフなんですけど、ハーフあるあるなんですけど、どちらの国も好きなんですけど、どちらの国の人にも自分は慣れてないなと感じていて、自分の中にも境界線を飼っているなと感じています。というか、国に関わらず人とのコミュニケーションが苦手なので、そういう意味ではみんなに共通することなのかなとは思います。なのでこの引っかかっているテーマに一つ区切りをつけたいと思って参加したのが一つです。あともう一つが、私はアーティストではないので、趣味とかライフワークの延長線上でこの辺に並べたんですけど、ミックステープとかしおりとか、本当に何でもないものを作ったり適当に貼ったり切ったり集めたりしてるんですけど、こういう何でもないものに、何でもないものとか作ることとか手ただ動かすこととか、たわいもない会話に随分救われてきたなと思ってます。プレイヤーの方々とはこのプロジェクト通して、そういう機会とか場所を共有できたらなと思いますし、その一緒に作ったり考えたり話したり、まあ、話さなかったり過ごす中で自分と向き合ったり、自分と人と自分と世界との境界線がたまに忘れたりするぐらい溶け込んじゃうことができたらもう最高だなと思って、いいなと思って、これももう一つの理由です。とはいえコロナが蔓延して以降、ちょっと私思うように参加できていなくて、ちょっとブラジルにいる家族のこととか自分のことでいっぱいいっぱいになってしまって、まあでもそんなこの状態でも事務局の方及びメンバーの方々には自分のペースを許してもらいながらゆっくり参加させていただいてます。この場を借りてありがとうございます。なので興味のある方の中で不安があったとしても、もう全然私が参加できるぐらいなんで、気軽に近寄ってきてもらったら嬉しいなと思います。お待ちしてます。それではまた。はい、ありがとうございました。野村プリシラさゆりさんからのビデオメッセージでした。本人はアーティストではないって言ってるんですけど、
まあ、アーティストである必要って全然別になくて、僕はいろんな人、まあ、でも物を作るとかクリエイティブとかクリエーション、クリエイティブであることっていうことはどんな人にもある側面だと思うんですね。本当に本当に家事とかご飯を作るとか洗濯をするとかでも人はクリエイティビティを発揮するものだと僕は思っていて、だからあんまりアートってカット、まあ、アートプロジェクトって言ってますけども、アートっていう言葉に対してその肩肘を張らずに、なんか皆さんと一緒に何か面白いことができたらいいなと思ってます。じゃあ、次のメッセージに行きたいと思います。次のメッセージはですね、絵本作家の友杉紀弘さんからのメッセージです。じゃあよろしくお願いします。3、2。はい、友杉紀弘です。絵本を作っています。こんな絵本ですね。猫が星を見てます。星に掴まれたくてジャンプ、届かなくて落ちちゃいます。待ってたらちょうどいいところに木があったので木を伝って登って木からジャンプするけどやっぱり届かなくて落ちてきます。落ちてくる途中によく木を見たら風船が引っかかってるのが目に入ったので風船に捕まってふわふわ登ってきます。そしたら風船割れちゃってパーンって、ああもうダメだって落ちていきます。落ちていきます。だけどどうしても星に猫捕まりたいので、もう手も足も尻尾も伸ばすけど捕まらないので、せめてひげを伸ばします。でひげで星に捕まってやったって星に触れました。で猫はスターニャンっていうキャラクターになるという本ですね。猫が星になるのでスターニャンです。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。自己紹介をお願いしたい、ビデオメッセージをお願いしたんですけど、なんか本の絵本の紹介しかしてなかったですね。まあ、変な男です。実は僕の高校の後輩で随分付き合いの長い男なんですが、今彼が持っていた絵本がちょうど今度新しく絵本会社から出版されるということで、今すごく忙しい、その校了のタイミングでものすごく忙しい中、わざわざここに来てちょっと映像を、撮ってってくれたので、撮らせてもらったので、本当に、友杉君ありがとうございました。彼はまあ絵本作家ということで絵本は、作っててるんですけれども、まあ、現代美術もやったりしていて、面白いのが絵本のワークショップとかもやってるんですね。で、子ども向けにワークショップをやったりもしますし、大人向けにもワークショップやるんですが、その場合のワークショップが絵本を作るんですけど、言葉をさっきの彼が手に持ってた絵本も、言葉が一切なかったと思うんですが、言葉を使わずに、絵だけで絵本を作る、あるいは、絵を描かずに切り絵とか、そういうものだけでワークショップ絵本を作るというようなワークショップもやったりしています。そういったものも皆さんと一緒に何かできたらいいかなと思っています。次が、長谷川くんの、メッセージですかね。長谷川くんは新潟大学の大学で、去年まで東京にいて一緒に準備会参加してたんですけども、新潟大学の大学院に今、この春から入学して、哲学、特に美学研究というジャンルの、学問をやっている人です。長谷川くん本当は準備会、もちろん準備会はもちろんこの説明会にも参加したいっていう最初言ってたんですけども、県をまたいでの、移動はちょっと自粛しようかということをご家族に言われたんだったっけ
で、あの東京行ってもいいけど帰ってくるなって言われたとかっていう話もありまして、それで今日は多分 YouTube 越しに見てくれてるんじゃないかな。はい、まあ、そういうダラダラ喋っててもしょうがないので、次は長谷川くんの、メッセージに行きたいと思います。こんにちは、長谷川雄介です。私は今大学院で哲学の勉強をしています。このプロジェクトでは一人一人ワークショップを担当するんですが、私は今読書会のワークショップを担当しています。で、読書会っていうのは本を読むわけですが、今は哲学系の本を読んでいます。で、だけどそこにはこういろんな人がいて、まあ、俳優だったり演出家、写真家、グラフィックデザイナー、編集者、エンジニア、美術家、絵本作家、建築家などなどいろんな方がいます。でそういった方と一緒に本を読む中で、つまり立場が違う人と本を読む中でどういった会話が可能になるのか、まあどういったことを考えるのか、つまり自分だけじゃ考えられないことっていうのがそこで生まれると思うんですね。で、私はそっちの方向に関心があって、このプロジェクトでそういったワークショップをさせてもらっています。で、自分のその専門とは別に、個人的にあの高校在学中に始まってこう、まあ、海外に留学なり旅行なりする機会が多々ありました。で、そういう中で、まあ、外国にルーツを持つ友達と関わることが多くて、でそういった中でいろんなこう問題なり気づきを得てきました。で、まあ、ぼんやりとその自分の専門とそういった海外の経験っていうのがどうやって重なるのかなっていうことには関心があったんですが、あまり本格的に考えていませんでした。で、今回このプロジェクトに参加させていただく機会があって、で昨年の10月から始まっているんですが、そこでは本当にいろんな人と出会って、まあ、いろんなことをやってきました。で、まあ、このプログラム、あ、説明会自体は6月だったんですが、まあ、コロナの影響で、まあ、ずれ込んでしまいました。 ですが、まあ、こう4月からはずっとそれこそ Zoom で話し合いだけを続けてきて、そういった中でなんというか、まあ、今までその4月にはなかった形みたいなのが徐々に出てきたかな、できてきたかなっていうふうには思っています。で、今回改めて、参加希望者を募集するということで、ぜひあの積極的に何かホームページなりこの説明会なりを見て、自分の関心と共鳴するところがあったら気楽に応募していただけたら嬉しいです。皆さんの参加をお待ちしています。よろしくお願いします。はい、長谷川くんからのビデオメッセージでした。とてもいいメッセージだったと思います。ありがとうございます。次の方がコラボレーターの紹介の最後になります。最後は、私たちの活動拠点のオーナーで建築家でもある井上飛鳥さんです。飛鳥さん、どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、井上飛鳥です。私は建築設計を生業としながら、皆様の活動拠点となります共同アトリエを運営管理しています。今日はこの場をお借りしまして、共同アトリエについて少しご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらが、共同アトリエの外観です。はい、共同アトリエは2016年の7月に世田谷区共同の天祖神社の森を望む閑静な住宅街の一角に築45年の3階建ての黄色お家をお借りして始まりました。代々大切に使われてきたお住まいの一部を開放し、世田谷区の地域の絆連携活性化事業を活用した地域の文化共生の場であったり、誰もが先生、誰もが生徒となるご近所大学共同キャンパスという活動をしてみたり、
または今回コロナのような時などに活用いただけるような学校や職場や自宅の間にあるサードプレイスとして活用いただいたりというふうな形で、さまざまな方にご利用いただいております。風通しよく環境に合わせてしなやかに変化しながら、多世代、多用途、多文化がさまざまな境界を超えて緩やかにつながることを目指して活動しています。お願いします。共同アトリエの場所です。こちらは、小田急線のですね、共同駅から徒歩約10分、千歳船橋駅から徒歩約7分、ちょうど真ん中ぐらいにあります。で、烏山川緑道であったり天祖神社といった緑豊かなところの、天祖神社の本当目の前にあります。共同駅周辺です。こちらは、大きな、ターミナルになってまして、大きな商業施設ですね、大階段のある商業施設があったりタクシー乗り場があったり、でそれに寄り添うように古くから親しまれているすずらん通り、農大通りなどがあり、いつも活気に満ちあふれた場所になっています。はい、千歳船橋駅周辺です。こちらには森重久弥さんが住まれていたということに由来しまして、駅前にデビエ像、また通りに森重通りという名前がついたりして親しまれております。駅前広場では毎週のようにイベントが開催されていまして、こちらは暮らしに沿った商店街が活気がある状態で馴染んでおります。はい、続いて、先ほど緑豊かな烏山川緑道周辺です。このように春になると桜並木、あとアジサイなどの花木が四季を感じさせていただいてます。こちら、噴水などもありまして子どもたちがいつも遊んでいます。はい、そして天祖神社です。共同アトリエの目の前にあります。共同の鎮守の森でして、毎年10月初めには例大祭が開催されて、おみこしが担がれ、神楽殿では奉納の催しが開催されています。はい、そして活動拠点になります共同アトリエです。天祖神社を望む3階建ての黄色いお家が目印ですので、こちらにぜひいらしてください。はい、続いて共同アトリエの構成です。1階にはプラムカフェ、プラムギャラリー、プラムガーデン、そして2階にはリビング、キッチン、和室、3階は設計事務所にしておりまして、で屋上にはテラスがあります。この場所全体が共同2030の活動拠点になります。はい、で次1階のプラムカフェです。こちらお庭からアクセスいただくキッチンのあるスペースになってます。大きな開口を通して天祖神社からプラムガーデンへと風が抜けるこの場所は、地元の左官屋さんや皆さん塗っていただいた珪藻土の壁、あと天然のヒノキの床材、あとこの場所に合わせて作られたステンドグラスや家具などで構成されています。カフェやライブ、各種セミナーなどにご活用いただいております。はい、続いてプラムギャラリーです。こちらは、先ほどのプラムカフェに面しております。このように左上にあるように風がこう抜けてる、天祖神社から抜けてる展示をしていただいた風景なんですけれども、このような、風の抜けるスペースになっています。こちらの家具は六花公園にある家具屋さんの国中さんという家具屋さんに作っていただきました。昨日のぬくもりを感じながらゆったりと展示をご覧いただけます。この展示はどなたでも行っていただけるような場所になっています。はい、続いてプラムガーデンです。先ほどのプラムカフェ、プラムガーデンに面するような形で、通り天祖神社側にある木戸からプラムガーデンを通し、プラムガーデンの方にアクセスいただけるようになっています。左の方にある、この、木がですね、3本の、梅の木がお庭にありまして、こちらがシンボルでしてプラムという、名前をつけております。井戸やウッドデッキや四季折々の草花があります。また道路に面する1階屋外スペースでは日曜メルカートなどを通して道行く人と交流などもしたりしています。はい、で次2階ですね。2階に上がるとまたちょっと雰囲気が変わってきます。こちら屋外階段からアクセスいただけます。1階の先ほどのお庭に面した開放的な空間とはまた趣が変わりまして落ち着いた空間となっています。リビングにある用途に応じて分割できる大きなテーブルを囲んで各種セミナー、あとワークショップ
ライブなどが開催されています。こちら皆さんで活動いただいている風景ですね。はい、で続いてこちらのリビングに面してキッチンがあります。対面カウンターからリビングの様子も感じられますので、料理道具や食器など完備しているものを使いながら懇親会などで手料理を振る舞っていただくなどことなども可能になっています。はい、で続いてそちらの、リビングに面するところに和室があります。こちらは、そうですね、写ってのオーナーさんなんですけれども、皆さんでやはり珪藻土の壁を塗っていただいてこういうところの間を整えたりしています。はい、最近ブームになってますかね、将棋ですとかあと茶道などをする和文化ですとか、あと、今回の準備会でもさせていただいたこのようなワークショップなどもできる場所になっています。はい、それで3階は事務所として使ってまして、このような形で使っております。はい、で最後一番上に上がったところに屋上があります。こちらは、この辺りを一望できる場所になっておりまして、とても気持ちがいい場所です。右上の写真は、ちょうど調布の花火ですね、見た時の写真です。右下はヨガをやった時の写真です。このように屋上も利用できるような形になっております。はい、この場所で皆様のご来場を心よりお待ちしております。以上になります。ありがとうございました。はい、飛鳥さんありがとうございました。ご紹介いただいた通り共同アトリエという場所は、僕らの活動拠点なんですけれども、活動拠点僕らだけの活動拠点ではなくて地域のコミュニティのハブのような場所になっていて、本当にいろいろな人が出入りして、コミュニティが、地域コミュニティがすごく活性化している場所です。また近くに天祖神社という鎮守の森があって、そこもまたお祭りがね、年に1回大きなお祭りがあって、とても素敵な、いいんですよ僕、鎮守の森って大好きで、能舞台とかもあって、はい、ぜひ皆さんに一度見に遊びに行ってほしいです。はい、以上で、コラボレーターの皆さん8名の方の紹介が終わりましたので、次に運営を担っている事務局の4名の紹介をしたいと思います。まず、僕なんですが、先ほどからずっと喋ってますので簡単に自己紹介は済ませたいと思いますが、このアートプロジェクトでディレクターを務めています、一般社団法人シェルフ、の矢野と申します。改めてよろしくお願いします。シェルフはもともとというか今も歴史とした劇団現代演劇の制作をしているカンパニーなんですが、そこで私は演出、ディレクションですね、監督のような作業と、あとプロデューサーの仕事をしています。シェルフではここ数年、特に6年前の2014年にノルウェー公演、ノルウェーのイプセンフェスティバルという、イプセンの作品、イプセンの作品を僕らよく扱っていたので、それで国際イプセンフェスティバル、ノルウェーの国立劇場に呼んでいただいたんですが、その公演を行って以来、海外とのご縁が続いていまして、国内での公演だけでなく、例えば、その翌年2015年から2年間にわたってタイ・バンコクで行った、滞在制作、あるいは2018年から3回にわたって武漢、南京、上海、北京、合肥など延べ10都市を巡った中国ツアー公演など、海外公演や海外のアーティスト、カンパニーとの共同プロジェクトを続けてきています。今現在もこのアートプロジェクトを東京で国境を越えると並行してインドネシア・ジャカルタの劇団、ラブシアターチプタットという劇団の、代表のバンバンプリハジというのが僕の大親友というか僕のインドネシアの兄弟って言ってるんですけども、彼との共同制作で一つの作品を3年間かけて2つの劇団で作ろうというプロジェクトが今進行中です。このプロジェクト、そのジャカルタのチプタットとの共同制作には先ほど紹介したコラボレーターの綾田君や、この後紹介しますシェルフの川淵優子も関わっています。
では次にその川淵さんに自己紹介をしてもらいましょう。ゆうこさん、よろしくお願いします。あ、ごめんなさい。こんにちは、川淵と言います。このプロジェクトでは、事務局のメンバーとして参加しているんですけれども、普段は、俳優として、演劇の現場で活動しています。昨年の秋から、このアートプロジェクトで、先ほどこう自己紹介をしてくださった皆さんとずっと一緒に時間を過ごしてきました。でその時間っていうのは、なんていうのかな、普段の自分とは違う活動とか、自分とは全然違う生活をしているこう皆さんとこう一緒に時間を過ごすことっていうのは、私にとっては、その人たちを知るのと同時に、なんかこう自分のものの見方を振り返るような時間だったなというふうに思っています。これから、参加してくださる皆さんともそういう、こうワークショップの時間とか、制作の時間だけじゃなくて、何でもない普通の、なんていうのかな、こう他愛もない時間の積み重ねを大事にしていけたら楽しいだろうなと思って楽しみにしています。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。次は、あ、そうだ、次は、このプロジェクトの運営の要と言ってもいいような存在ですね、事務局長の小林正幸君に自己紹介をしてもらいましょう。小林君は実は事務局長と言いつつも現代美術の展示設計者、カメラマン、そしてプロの料理人という顔まで持つマルチタレントな存在です。では小林くん、どうぞ。こんにちは、小林です。マルチタレントとかってめっちゃ恥ずかしいですね。そんなタレント性ゼロですけど、ご紹介いただいた通り事務局長と、あとはこれから皆さんと出会って共同2030っていうプログラムをスタートさせていただく、スタートしていくわけですが、その中である程度のプログラムどういうふうにしようかっていうのはホームページに書いてある通り決め、まあ大体は決まってるんですけど、その中でもこう皆さんがこういうことやりたい、ああいうことやりたいっていうのをどん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 意見を取り入れて、本当アメーバのようにプログラムが組み替わっていければいいなと思っています。もちろんどんな方でも構いません。応募要項に書いてある方であれば大歓迎で、ぜひお会いしたいなと思ってます。僕自身はずっと今まで日本で生活をしてきて、で本当に僕の友人 99.数%ぐらいはもう本当に日本人と言われる人たちだったので、これからいろんな方と出会えるんだろうなと想像してると本当ワクワクが止まらないです。それであとは多分僕が一番学べる場所なんじゃないかなと勝手に思ってます。ぜひお会いしましょう。ありがとうございます。はい、小林君ありがとうございました。最後では三上優里さん、事務局では広報、特に広報の戦略を、あるいは広報の戦略だけじゃなくて実際にロゴとかアイコンとかホームページのデザインまでやってくださってるんですが、まあ、まさに本職のグラフィックデザイナー、本職はグラフィックデザイナーということで、彼女もまたすごく才能のあふれる人材です。よろしくお願いします。どうも三上です。改めましてよろしくお願いします。そう、ずっと横に座ってましたが、喋るのは結構初めてですけれども、私は普段はグラフィックデザインのお仕事をしていまして、ちょっと画像だけつらつらっとなんですが、普段のお仕事をちょっ と、見ていただくと、こういった展覧会のビジュアルですとか、あとは先ほどご紹介いただいたんですけど矢野さん率いるシェルフのロゴですとか、ブックデザイン CI などなど、まあ、主に
文化領域と言われるような場所でデザインの仕事をしています。とこのプロジェクトでは、そうですね、事務局という立場になることは初めてなんですけれども、ちょっと自分のできることをまあ精一杯やって、新しい出会いを、楽しみにと応募を待っていますので、よろしくお願いします。はい、三上さんありがとうございました、はい。以上の4人が、事務局のメンバーとしてこのアートプロジェクトの運営を行っています。4人はプロジェクトの運営を中心に動いていますが、実際の現場では、プレイヤーの皆さんや他のコラボレーターの皆さんと一緒にいろんな活動をしていく予定です。どうぞよろしくお見知りおきください。さて、予定していたメンバーの紹介を一通り終えましたので、改めてもう一度ここでプレイヤーの募集を確認行いたいと思います。もう一度画面共有しましょうか。共同2030の応募条件は次の条件、まず、次の通りです。まず必須な条件が、2020年度時点で年齢が20歳以上かつ30歳以下の方、でこれなんですけども、ホームページの方を見ていただくと、プレイヤーとしての募集はこの20歳以上かつ30歳以下なんですが、サポーターという形の募集もしていまして、サポーター、という形でしたらこの年齢とかの制限はございません。いろいろな関わり方のしてくださる方がいたらいいなと思ってますので、本当に少しでも興味を持ったらコンタクトを取っていただけると本当に嬉しいです。はい。でもう一つの条件、これは、私たち、対面で、今、本当に世の中がいろいろオンラインになって、オンラインの便利さも、味わっているところ、確認できているところなんですけども、やっぱり一方で対面で出会うということを大事にしている、プログラムですので、実際に月に2回各週で、共同の、共同アトリ、先ほど紹介のあった共同アトリエに、集まれること、この2つが原則的な、最低限の、条件、プレイヤーの、募集条件ということになっています。で、プレイヤーの必要条件もこれですが、サポーターはこれに限らないということも、ちょっとややこしいですが、踏まえて、考えてみていただけるとありがたいです。で次に、特に、この項目に頭はまる方、一つでも当てはまる方の参加を募集しています。ドン、はい。在留外国人の方や、海外にルーツを持つ方、国際交流や異なる文化言語を持つ人とのコミュニケーションに興味のある方、アートやものづくりに興味関心があるけれどちょっと何から始めていいかわからないなというような方、あるいは何かを一緒に作ったり一緒に議論したりすることのできる仲間と出会いたい方、はい。で募集人ですが、募集人数ですが、今年度は、あまり密な状況にならないということで、少し人数を少なくしまして10名程度を、予定しています。参加費用は無料です。実施期間は2020年9月末キックオフから2021年2月の間で、各週土曜日の午後大体3時、午後3時、15時から18時、19時、3時から4時、7時ぐらいの3、4時間を予定しています。で、場所、拠点は共同アトリエ及び世田谷区共同駅の周辺になっています。で応募の締め切りですが、今日から、ちょうど1週間後になるのかな、の、13日、9月13日日曜日の24時とさせていただきます。応募方法はこちらにある東京国境 .tokyo というホームページ、チャットのリンクの方にもまた貼っておいていただけると思うんですが、そちらの方に見ていただくと、Join Us ってところに、詳細が書いてありますので、そちらから、志望動機などを添えて、お送りいただければと思います。
はい、先ほども申しましたが、参加者が定員を超えた場合、志望動機などについてお話を伺い、参加の仕方についてご相談させていただく場合がありますので、あらかじめこちらの方をご了承ください。はい、以上が、今回募集する共同2030の募集案内でした。で、YouTube ライブ、配信していますが、チャットの方何か質問やコメントは上がってきてますでしょうか。どうですかね。今ちょっとちょこちょこ見てましたが、まだないこれからのようですじゃあまだあまり質問がないようなのですが、まあ、本当にどんな些細なことでも構いません。事務局長の小林くんの得意な料理のジャンルは何ですかとか、寺門さんの読書会ってどういうことするんですかとか、どうでしょうかね。あとどんな質問、いろんな質問、本当にチャチャを入れるような質問でもコメントでも大丈夫ですので、なんかもらえると嬉しいです。みんな喜びます。そうですね。そうしましたら、少し時間がまだありますので、僕たちのこのアートプロジェクト東京で国境を越えるが正式に始動してから、これまで実施してきた活動の一部を紹介しましょうか。はい、こちらは、Facebook 上にある、東京で国境を越えるの公式ページなんですが、僕らは昨年の12月、2019年10月から、今12月って僕言った 10月ですね、10月から運営のためのチームビルディングを兼ねつつ、いろいろな活動を行っていきました。上の方には今この共同2030のオンライン説明会についての記事が連ねていたり、ホームページのリリース案内があったりしますが、下の方をスクロールしていくと、これまでの準備会の様子、それも新型コロナウイルスの感染拡大でミーティングをオンライン化せざるを得なくなる前に実施していた準備会の様子や、あとオンライン化してからも行ってきた準備会、これは Zoom を使って準備会を毎週日曜日の夜やっていたんですが、オンラインの準備会の後、そうオンラインの準備会の後にオンラインミーティングの帰り道っていう形でオンライン上で帰り道を作るっていうことをやってみたりとか、あ、これの写真はクリスマスです。これはあれですね、さっきの写真は綾田くんですね。はい、まあそういう、帰り道っていう時間をオンライン上で作ってみたっていう話とか、あとこれは準備会とは別に並行して行っていた自撮り映像日記という試みについての紹介などもあります。はい、自撮り映像日記というのは、それまで隔週で行っていた準備会が、僕たちはやっぱり4月の政府による緊急事態宣言の発令後、実際に集まって対面でミーティングすることができなくなってしまったんですね。でそれ以降オンラインで毎週日曜日の夜に Zoom というアプリを使ってミーティングをしてきたんですが、でだけどそれだけではどうしても、先ほども僕言ったように僕たちが大事にしている人と人とが出会うということ、そのことのうち大事なものが抜け落ちてしまうんじゃないだろうか、あるいはこの緊急事態宣言下で自分たちが何を感じ、どういう行動をしていたかを、スマホの自撮りで交換日記のように、日記のように撮影して、まあ、日記撮影なので日記じゃないんですけども、まあそれをみんなで回していこうというふうに始めたものです。実際には5分にも満たない短い日記から、長い場合は15分以上の映像日記をみんなで順番に回して、今はちょうど4週目になるのかな、に入っているところなんですが、そうですね、じゃあ、いくつかちょっとせっかくなので動画をかいつまんで紹介しましょうか。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。
はい、じゃあこれは、さっきの、綾田君が、いつだったかな、まあ、あのまだ6月の頭ぐらいに、撮ってくれた自撮り映像日記です。ちょっと紹介しますね。はい、6月14日、17時42分東京で国境を越える自撮り映像日記、綾田翔一です。今夜準備会があるんですけど、実際にどんなワークショップをやるかっていうことを考えていて、それを考えるためにはここに来なくちゃダメだなと思って、自宅から約4キロほど走ってこの場所に来ました。これは走った。ここは、東京都江戸川区と千葉県市川市の境目です。中洲みたいなところですね。かっこ県境中洲です。うん。江戸川のちょっとした島みたいな。分かんないな。おお。こっち側が千葉県。橋ありますね。で、川があって。この時はずっとまだ東京都、東京に入ってなかった。僕なので、3月末以来2ヶ月半くらい、あの県境を越えてなかったんです。見たところそれらしい印、電車にも乗ってなかった。よくわかりません。でもなんとなく想像をしてみると、ここに境があるようなそんな気もするというこの場所にやってきました。一応地図上ではここが県境なんですよ。東京で国境を越えるためには、まずは僕は千葉県の市川市に住んでいるので、県境を越えて東京に行かなければなと思っていました。なんとなくみんな、まあ、県境であって国境じゃないけどね、リモートでコミュニケーションを取るしかない日が続いていて、生身でのコミュニケーションを使ったワークショップもできないな、創作活動も演劇の公演が2公演中止延期になったりして、なんというか手足をもがれた感覚でいたんですけれども、まずはこの県境をいつ越えられるかどうか、越えたら何が起こるのかっていうことを、越えちゃダメっていう時期でしたからね。4月の頭、まあでも本当に4月のド頭、知らないうちに越えてるかもしれませんよ。東京のメガネ屋さんにマスクを買いに行くということ以外、こと以来、もう2ヶ月以上公共交通機関にも乗っていないし、県境も越えていません。ずっと千葉県にいました。なので越えられるかな、越えたいなっていうことをずっと、意外とヒリヒリすんなこれ。今もう越えてしまってるのか越えていないのかもよく分かりませんけれども、まずは見えない境をイメージすること。境っていうのは人間のイメージによって作られたものだと思うので、それを実際に見ながら想像してみたかったということと、簡単に越えてしまうのではなくてその境の上にいること、それから越えてしまった後よりも越える行為、行動そのものに興味があったので、こうして境を越えるか越えないかというところにとどまってみようと思っています。なんとなくここが切り開けてて境のような気がしますね。あっちにも境目が続いているので、そしてこちらにも、やっぱり東京側の方が街、都会、
なような気がしていて、僕は境を感じてしまうところがあります。やっぱり東京の状況と千葉の状況と違うなといった、東京混んでるなとか、2ヶ月でもありました、ブルーインパルスとか言われても千葉じゃ見えねえよとか思ってたんですね。東京で言われてるようなことはこちらには千葉には当てはまらないなとか、東京の密な状況っていうのは、多様な状況っていうのはやっぱり特殊なんだなとか、そんなことを感じる2ヶ月でした。やっぱ東京って特殊だなと思いました。今も行ったり来たりしています。そしてなんかどうしても越えられない、今越えてはいけないような、今越えない方が面白いかもしれないというような、まあ越えちゃってるかもしれないけどね、ある気がする。ここなんか特に、上半身戻ろう。そして今画面の向こうにいる仲間たちに語りかけていることで、この実際にリアルな場に周りにいる人たちと大きな境があるように感じてます。そんな境もなんていうか、ないものにしないで、そこにあることを想像しながら、それを超えるっていう行為を味わっていきたいなっていうふうに思います。簡単に超えられたら面白くないですからね。なんだろう、ただただなんかその境を自由に行き来するみたいなことをに価値を見出しているというか、それを面白がっている人、ストレス溜まってんな、を見たりすると、もどかしさを感じたりするんですよね。そこにある境を明らかにしていくことにこそ意味があるはずなのに、それを軽々と飛び越えてしまうようでは面白くないので、その境、隔たり、壁の距離であるとか高さをまずは真摯に向き合うことで明らかにして、意識して、そしてそれを超える喜びであるとか難しさであるとか、その全てを噛みしめ味わっていきたいなと思います。そんなワークショップを考えたいなと改めて思いました、はい、そのためにはやっぱり僕は体ですね。じゃあこの辺で一旦綾田君の紹介を終わりにしましょうか。ありがとうございます。今見返すと結構大事なことを綾田君言ってるなと思って、というのはその、そもそもあの東京で国境を越える、まあ、国に括弧がついてるとはいえ、東京にいながら国境を越えるっていうのはどういうことなんだろうかっていうことは、実はその、東京で国境を越えるってタイトル、これを決めること自体相当まあ時間かけてみんなで話し合いながら決めたんですけれども、境界線っていうのは越えない方がいいものなのかっていうと、実はそうじゃないと僕らは思うんですね。当たり前の話なんだけど、越えられたくない境界線っていうのは絶対あるわけで、ただまあ不用意に分断を生んでしまうような境界線というのも同時に世の中には起こりうる、生じうる、実際それが広がりつつあったり、さまざまな問題が起きているっていうのも事実で、とはいえ、自分のアイデンティティ、自分は何者であるかっていうことは、いろいろな境界線を引いたり引き直したりすることで生まれるんじゃないかっていうことを考えていて、でしかも実際境界線って目に見えないものなんで、綾田君がああしてあのね、県の境を、千葉県と東京との境に行ってみたっていうのは、それをしかもあの実際に行ってみて走って行ってみたっていうことは、すごく僕にとってあの大きなことで、やっぱ俳優なんだな、演劇人だなんだな、演劇人なんだなって僕は体でぶち当たらなきゃって思ったんですよね。そうね、でしかも6月
だからやっぱりそのまだあの 今はだいぶその少しちょっとまあ新型コロナウイルスに関してもだいぶあの付き合い方というかまああのがまあ緩んだっていうと表現が悪いんですけど、いい意味でも悪い意味でも慣れてきたって感じですね。緊張感が少しあの嫌な緊張感がなくなってきてる状況なんだけども、この映像を見ながら見てるとやっぱりその時の緊張感とかが伝わってくるなと思いました。はい、ありがとうございました。じゃあもう一つだけ紹介しようかな。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。これは5月31日の記録ですね。はい、じゃあ行きます。ありがとうございます。今日は5月31日、日曜日です。緊急事態宣言が解除されて最初の日曜日になります。川淵です。川淵優子と言います。俳優です。シルフという劇団に所属しています。この間の金曜日に、うちにも、特定給付金の書類が届きまして、ですね、今日は今から投函しに行きますということで、家の近所を歩いています。ここの通りちょっと大きい通りなんですけど、特に何だろう、最近はお散歩されてる方もそうなんですが、ランニングをしている方がとても多くなっています。なんだっけこの間の金曜日に、同じ金曜日なんですけど、また新宿に行っていまして、たまたまお昼にブルーインパルスの飛行を見たんですけど、その時にすごく感じたことを、ここ2、3日で上手に言葉にできたらなと思って考えていったんですが、ちょっとまだ全くまとまっていないです。なんかそれは、東日本大震災の時にもちょっと一度感じたことがあって、なんだろう、それを見ることについては、いろんなことを言っている人が賛成とか反対ではなく、どんな気持ちになったかとか、どんなことを、どんな、なんていうのかな、ごめんなさい、例えばすごく元気づけられたとか勇気づけられたとかっていう人もいると思うんですけど、なんかそのことについて
なんていうのかな、ちょっとまだなんか言葉にできない何かを持ちながらこの 2,3 日を過ごしています。でも何かその例えばこの演劇だったり、このプロジェクトにも何かつながるような気がしていて、自分の中では、うまく考えていけたらなと思っています。まあ、なんかこういう状況に今なってますけど、まあ、そうなる前からというかずっと前から、まあ、世の中の状況がいろいろと変わってきていてですね、なんか演劇とかでもなんかどんな風にこの活動を続けていくのかみたいな、なんかそんなことをいろいろと考えたりとかして、まあ、海外に行って海外の人たちと一緒に共同制作をしたりとかしてたりするんですけど、こう自分のなんていうのかな、考えてることとか自分が出せるアイデアにはすごく限界があるというふうに感じていて、で前に演劇の現場でもすごく若い人にそんなことを話したことがあるんですけど、昔なんかにはなんていうのかな、思いもつかないような発想とかアイデアとか、私が知っているその。なんていうのかな、はい、この辺で少し中断しようかと思います。まあ、常識みたいな、はい、川淵さん、あと壇上来れます？うん、まあ、ちょうどその、宣言が解除された直後だったっていうことをですが、その時その言葉にできない、特にブルーインパルスを見た時に感じたこと、あれからいろいろ僕も話を直接優子さんから聞いた気はするんですけども、今改めて見返してみて、あの時感じたことについての言語化ってできました？こういうふうに言っていいのかちょっと分かんないんですけど、遠慮なく、遠慮なくですね、私新宿のあれはなんだ、小田急百貨店の本当にあの前で見て、そこものすごい人が集まってみんなで見たんですよ。でなんかこう一体感がすごくて、同じものを見てるっていうその一体感と、なんかそのことにすごく感動したっていうのかな、あのブルーインパルスにも感動したんだけど、かっこいいから、でもそのみんなですごい大勢の人が集まって同じものを見ているっていうことにすごく感動して、でこれはまあ私は演劇の人間なので、こう演劇がこういうことをやらなきゃいけないすごく思ったんだと思うんです。でそれなんか震災の時の話もさっき知ってたような気がするけど、その時もその時は一人で見てたからちょっと違うんだけど、でもなんかそのあこういうなんかこう心の動かされ方を なんていうのか、そういう時間を作らなきゃいけないんだってすごい思った瞬間だったなって今となっては思っている。一体感っていうのは どういう？
だろうな、なんかそれを一体感と言っていいのかどうか分かんないんだけど、うん、でもそのとにかくみんなが同じ方向を見ている、うん、で、まあ、動くでしょ、うん、動くね飛行機だから動くじゃない、うん、その動くのに合わせてこうみんなこう見てるわけずっと、うんうんうん、でしかもなんか若干そのなんていうのかな、ああいう時期だったのにすごくなんかこう見てる人たちの表情が明るいというか、なんかそういうふうに私にはすごく見えた、うん、で、うんうん、あれ2周してて1周目終わった後もみんな帰らなくて、でみんななんかあそこから来るんじゃないかとか言ってずっと残って待ってるっていうのが、なんかこの時間は何なんだろうなってすごい思って見ず知らずの人たちがたまたまそこに集っただけだから、それがすごい、だからあの一体感って言った時に、例えばライブハウスとかじゃないな、コンサートとか音楽イベントとかの一体感とはちょっと違うってことだよね多分ね。うん、同じものを見てるけど、うん、みんな違う立場というか、まあそうですね、うん、はい、なんかその辺にちょっとなんかヒントがありそうな気がして今。ああそうですね、そうかもしれない、うん、あの決してその同じものを同じように楽しむっていうことだけじゃなくて、うん、ある瞬間に何かを共有するっていうようなことだって、全然違う人たち、そうだと思います。 なんかもうそこに来るまで本当にその人たちは、まあ、いろんな手段でそこに来て、まあ、そのためだったのかたまたまだったのか分かんないけど、なんかみんな違うものを持ってそこにたまたま集まってるっていうのがすごい瞬間だなって思った。分かりました、はいはい、ありがとうございました。そしたらですね、もう一つだけ活動の紹介をしたいんですけれども、さっき、ちらっとお話しした、有志で長谷川くん、今、新潟にいる長谷川くんが、読書会をやりたいという話をして、読書会を、本当に有志で、日程をみんなで都合をつけてやるっていうことを始めたんですね。これはあの、今現在も進行中で、今までいろいろ読んできたんですが、これからも多分、共同2030が始まってからも、参加したいっていう方がいたら参加してもらえるような形で並行してやっていこうと思っているので、ちょっとその紹介を長谷川君からこれもビデオメッセージでもらっているので、流します。はい、一人一人ワークショップを担当します。すみません。まあ、このプロジェクトでは、まあ、一人一人ワークショップを担当します。で、私は今読書会のワークショップを担当していて、で、まあ、制作のための読書会というふうにやっているんですが、まあ、制作のためのというのは何かということだと思うんですけど、まあ、個人的な背景の話を少ししますと、まあ、ここ数年手を動かしてものを作る、つまり芸術系の、まあ、美術だったり演劇だったりデザインだったり、まあ、いろんな立場の人がと交流する機会がありました。でそういった中で自分は哲学に関心があった。で哲学を実践するっていうのは何なのかと、つまりアーティストが作品を作っているように、哲学をやるっていう人が実践するってなった時の姿っていうのはどういうものがあるのかということをぼんやりと考えるようになったんですね、はい、つまり哲学的な言葉っていうのと、例えばアーティスト活動している人の言葉っていうのは、なんというか言葉の表現だったり文法だったり、そういったものは全然違う様子を呈していると思うんですけれども、でも内容的にはすごく近いというか、なんというか、まあ、そういうことが多々あると思うんです、思っていました。で、まあ、そういう問題意識をぼんやりと抱えていて、このプロジェクトに参加させてもらう機会を得たので、まあ、ここで読書会をやってみたいというふうに思いました、はい、で今はまあプロジェクト内の、まあ、有志のメンバーでやっているんですが、まあ、そこにはやっぱりいろんな人がいて、本に寄せて読むというよりは、
参加メンバーそれぞれ自分の立場に寄せてその本を読んでみる。そうするとどういったアイデアが思い浮かぶのか、それが作品作りのためだったり日々の生活を豊かにするものだったりすると思います。というかそういうことが、そういう経験が訪れたらいいなと思って、企画しました。まあ、これを見てくれている方の中にもいろんな立場の人がいると思います。でこの読書会は、まとめると、つまり一冊の哲学書を共有していろんな立場の人と対話をしてみたいっていう関心が中心になります。でもちろん交流していく中でこういう本を読んでみたいっていうリクエストだったりそういったものも受け付けられたらいいなと思っています。全然それは哲学系の本じゃなくても、良いです。で それは当然こう参加者の中から、問題意識を持ってそういった本を読んでみたいという関心があった場合はぜひ積極的に、受け付けたいと思っております。なので気軽にぜひ、もしご関心がありましたら気軽に参加していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。長谷川くんからのメッセージでした。そろそろ、定刻ですね。予定してた定刻なんですが、チャットの方でも質問はちょっとあまり来ていないようなので、この辺りで説明会の方は終わりにしたいと思います。質問、これあのアーカイブでも残しますので、アーカイブをご覧になった方ご質問とかありましたら本当にあのホームページあるいはフェイスブックのメッセージでも結構ですので、メール、フォーム、などで、本当に些細なことでも構いません。お問い合わせやご意見いただければと思います。じゃあ、そうですね、では、はい、じゃあ今日の説明会を終わりにしようと思います。改めましてライブ配信をご視聴いただいていた皆さん、長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。あと、アーカイブ視聴してくださった皆さんも、本当にありがとうございます。この配信は、今も述べましたようにアーカイブしてこれ以降も視聴できるように残しておく予定です。もし面白かった、興味が湧いたという方がいらっしゃいましたら、ぜひお知り合い、お友達にもご紹介いただけるとありがたいです。SNS などでこの動画の URL のリンクを貼って紹介いただけたりすると、あの矢野が泣いて喜びますどうぞよろしくお願いします。それでは本当にこの辺りで終わりにしようと思います。最後皆さんでご挨拶しましょうか。それではご視聴、ありがとうございました。皆さんからのたくさんのご応募を一度、お待ちしております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。